夏草の匂い。白雲の風。一人と。ハイブリッドチャイルド。おい、黒田、いるか？成功、うまくいった。すごいすごい、位置もバッチリだ。黒田、てめえざけんな。なあ、何すんだ、大事な部員だぞ。うっせえ、毎度毎度つまんねえもんばっか作りやがって。てめえや、お前もいちいちこいつに付き合うな。ごめん、だってすごいうまくできてるから。で、月島、なんか用か？なんだよ、用がなきゃ俺は来ちゃいけねえのかよ。なに、お前世話に嫉妬してんの？はい、どうまあ、貴重な幼馴染同士じゃないか。3人仲良くやろうよ。向こう三軒両隣、お互い身分はそれぞれ違うけれど同い年だったということで、一人は幼なじみ。それより月島様、この度はご家老ご就任、誠におめでたく存じ奉りお祝い申し上げます。つうかさ、世情不安定で藩も新体制で臨みたいからってことなんだろうけど、よりによってお前を家老に据えるなんてさ。藩もよっぽど人材不足というか。腹を切れ、家老命令だ。聞き飽きた。いちいちお前に従ってたら腹がいくつあっても足りねえ。黒だ。何なんだあいつは、いつも人をバカにしやがって。俺が嫌いならはっきり嫌いと言えば。それは違うだろ。正直俺このまんじゅう嫌いだし、食べると歯の裏側にへばりつく。黒田も甘いもの嫌いだからね。なら、なんでこれこの家に常備されてると思う？そんなの俺に言わせるの？のんびりくだらないことで喧嘩をしている間でも、世の中は我が藩にとって厳しい状況になっていた。
幕藩体制の崩壊、天皇中心の国家を形成しようとする反幕府勢力の台頭、将軍様はさっさと隠居なされて雲隠れじゃ。江戸城を明け渡されたそうだ。武術会場を立て、要するに自分とこの一族だけは助けてくれってことじゃねえか。冗談じゃねえ。我が藩を散々利用して用がなくなったらポイ捨てかよ。幕府側に先陣を切って仕えていた我が藩は主を亡くした形となり、賊軍の筆頭に掲げられる始末。戦が近い。正直俺なんかが家老職についていいのか未だに悩んでいる。それはさ、殿が自らご指名してくださったのは身に余る光栄だ。しかしこんな大役俺に務まるかどうか。っていうか、代々家老職の家に生まれりゃどんなバカでも家老になれるわ。お前がどう思うと家老になったんだ。てめえの仕事ちゃんとやれよな。近々戦になるんだろ。お前の指示判断がちゃんとしてねえと勝てる戦も勝てねえんだよ。現場で困るのは俺たち武官だ。そんなの分かって、だけど責任があまりに重くて、そのお前何のためにいい家に生まれていい暮らししてると思ってるんだ。その責任ある仕事の当下だろうが。ぐちぐちみーみー言う前にどうにかしな。できるかできないかじゃなくて、やれ。それがお前の仕事だ。全部片付いた暁に愚痴でも泣き言でも聞いてやるわ。それともなんだ、自分にはそんな勇気もありませんってか。なんだとお前ビビりだもんな。なんというか、黒だってなんだかんだで月島の扱いうまいよな。あんたってできるんだ。できてもやらねえならできねえのと一緒だけどね。できる、絶対に俺はできる。はーい、よく言えましたね。いい子いい子。いや、やっぱり扱い下手かも。いつでも一緒。あの時からずっと。
なんだこの部屋は。新作からくり人形。意思疎通できる人形は。最初はただの人形だが、愛情込めて育てるとな、ガキみてえに成長してでかくなるんだ。面白えだろ。なんだそれ。そんなもの作れるわけが。なあ、何？なんかこの人形の顔、俺に似てねえか。まさか、なんでよりによってお前の顔なんかに。あ、ほんとだ。月島の小さい頃そっくり。素直な月島くん人形を作ればお前もいろいろと改心できると思って ありがたく思い。ふざけんな、こんなもの。あ、何しやがる。それはこっちのセリフだ。人を実験材料にするとは何事だ。ギャーギャーわめくな。なんでいつもいつも俺ばっかり。貴様などもう死んでしまえ。人の顔見れば死ね死ね言うけどな、お前さ、本当に俺が死んだらどうするわけ。どうって話せ。ご家老様のご命令なら俺みたいなペーペーブチは従うしかねえんだけどな。そういう言い方はやめろ。話せてよ。黒だ、あまり月島を困らすな。手を。せっかくうまくいってたのによ。最初っからやり直しじゃねえか。帰る。月島、あれ渡さないと。何？家の庭の木、昨日夜中すごい風吹いてたろ。朝見たら折れてて、生ける分にはいいと思ったから。お前花好きだろ。だから。やる。それはどう。ああ、いらっしゃった。やっと見つけた。大変です。敵が江戸を出立した模様。三手に分かれ、一軍は勝田方面、一軍は宇都宮方面、一軍は出羽方面と思われます。心臓が。のもとに我が藩を賊軍と言いがかりをつけ討伐するとか、ふざけたことを抜かしおって。ざわざわする。気持ちが悪い。とにかく至急途上してくださいませ。決して口に出したりはしないけれど、我が藩に敵が侵入できる街道は5つ。それぞれの街道口に配置する大隊をこれから言う。総指揮はそれがし月島が取る。藩の全員が多分分かっている。月島口第一大隊長瀬谷。はっ。いつの間にやら賊軍となり果てた我が藩に。白坂口第一大隊長黒田。はっ。どうして勝利の言葉が待っていようか、ただ願わくば
大島口第一大隊長。もらった桜の水替え頼むわ。俺ん家勝手に入っていいし、いい枝だったからできれば継ぎ木か何かして育てたい。わかった。どうした、もうおじけづいたか。なんだ、今回は死ねだの切腹だのはなしか。今お前に死なれたら他の者たちに迷惑がかかる。それもそうだな。じゃあな。黒だ。その、気をつけて。帰ってこい。何？さあ。お前のと交換しろ。え？お前ビビリだからお守りくれてやる。何かくじけそうになった時とか、誰かに励ましてほしくなった時とか、先っぽのところに紙切れ縫い込んであるから出してそれを見ろ。黒だ。先は長いんだ、しっかりしろよご家老様。じゃあな。隊長。今行く。ガローってバカだと思わないか。ああ、なんだ。ただただ願わくば。回りくどすぎる。自分がお守り欲しいってなんで言えないのかな。うっせえ、ぶっ飛ばすぞ。来年桜が咲く前には戦を終わらせて、また一緒に花見をしよう。知ってるかい。桜はね、咲く直前のつぼみの夜がいい。闇夜の中に月明かり、霧霞のようにたなびいて、それはそれは綺麗なんだよ。
おい待て、ユロだ。なんで突き上げろ、腹を切んなきゃならねえんだよ。クロだ、落ち着け、傷口が開くぞ。うせえ、触るな。冗談じゃねえ、なんで突き締まらんだ。仕方ないのだ。おい、クロだ、動くなって。我が藩は負けたのだ。殿のお命をお守りするためには誰かが責任を取らねばならぬ。家老、若年寄りの者は月島以外全員戦死、他に誰がおる。なら俺が。貴様ごとき身分誰も相手にせぬわ。わしとてつらいのじゃ。月島は潔かった、自ら腹を切ると申し出てくれてな。で、それはいつ。明日。月島！